佐藤すみかです。この動画は世の中のダイエットの常識を全てひっくり返す内容になっています。これを知らないとあなたは世の中のダイエットの常識に騙され続けて一生1キロも痩せることはできません。でも大丈夫です。この動画を最後までご覧いただくとテレビや雑誌で紹介されている数あるダイエット方法がいかに嘘にまみれているかがわかります。この動画でお伝えしている正しいダイエットの知識を身につけて実践していただくことであなたは根本的な痩せ体質に生まれ変わって健康で綺麗に痩せてしかも一生リバウンドなしです。それほど衝撃的で大切な情報をお伝えしていますのでぜひ最後までご覧ください。この動画では世の中のダイエットの常識に騙されていた私がその常識を捨てることで今では10キロ痩せてリバウンドなし健康体を手に入れた具体的な方法を6つご紹介します。これまであなたはダイエットにいいと聞けばあれもこれもやっているって確かにその前向きな姿勢は素晴らしいと思います。でももし結果が出ていないのであれば過去の私のようにリバウンドするために時間もお金も使っているようなものです。これ絶対嫌ですよね。ここまで動画を見てるってことは太ったことで人前に出るのが嫌になった、好きな洋服が買えなくなった、食べることが楽しくなくなった、もうめちゃくちゃストレス溜まってたと思うんですね。でももう大丈夫です。しかも今回は全部すぐ実践できることばかりですからね。一気に自信を取り戻して24時間365日春夏秋冬大好きな洋服を綺麗に着こなしてルンルンで過ごしてください。あなたが1日も早く人生最後のダイエットにするためにぜひ今すぐ実践してもらえると嬉しいです。なのでスキップせずに最後まで見てください。人生最後のダイエットにしたいという方はすごい情報をお届けしますのでチャンネル登録とベルマークのボタンをクリックしておいてくださいね。動画の最後に公式 LINE で腸活で痩せ体質になる有料級の特典を無料でプレゼントしています。概要欄の一番上に受け取り用の LINE も貼っています。特典だけで痩せたという方も多くいらっしゃいますので興味がある方はぜひ登録しておいてくださいね。それでは10キロ痩せるためにやめたダイエットの常識6つをお伝えします。やめたこと1つ目、カロリー計算。あなたはこんなことありませんか？食事のたびにカロリー計算をしてスマホのアプリが手放せない日々になんだか疲れて、以前の私も毎食食べる楽しさよりもカロリーの数字に振り回されていました。例えば買い出しに行ってもドレッシングを買うとき同じ 100g あたりでこっちの方がカロリー低い、これにしとこうみたいな、とにかくカロリー表示だけ見比べてカロリーが少しでも低い商品を選んで購入していたんですね。まあ、今となっては自分の姿に本当に笑えるんですけど、その時は真剣だったんです。そしてだんだん重苦しさを感じるようになっていったんですね。結論から言うとカロリー計算は本当に無意味です。なぜだと思いますか？その理由をお伝えしますね。カロリー計算をやめた方が良い理由、それは低カロリーダイエットに科学的な根拠はないからです。摂取カロリーより消費したカロリーが上回れば痩せる、逆なら太る、そんなのは当たり前なので痩せたければカロリー摂取を控えましょうと今でも言われてますが、そんな簡単なことでは痩せません。ここからちょっと3秒だけ考えてもらえますか？ある日の食事の献立を想像してみてください。和食にした場合こんな感じではないですか？例えばご飯、味噌汁、納豆、サバの塩焼きにほうれん草のごま和えみたいな和定食をしっかり食べた場合、それに対して例えばコンビニのクリームメロンパンなど菓子パンを1個食べた場合、トータルの摂取カロリーはどちらも約400キロカロリー。どちらが太ると思いますか？答えはもちろん和食ではなくてたった1個の菓子パンです。カロリーは同じなのになぜだと思いますか？栄養バランスを無視してカロリーだけを必死に抑えたところで痩せません。大事なのは食事から摂取したカロリーよりも栄養バランスイコール食事の質です。でも当時の私は毎朝菓子パンだけみたいな食事をしていて、これだけしか食べていないから大丈夫と思い込んでいたんですね。例えば菓子パンは糖質と脂質の塊ですよね。しかも栄養が偏っています。このようにいくらカロリーを抑えてもこんな食事を続けていれば栄養不足で内臓の動きが低下して結果体温が落ちたり、ホルモンバランスも崩れて肌はシワシワ、髪の毛はパサパサ、よく老けて見られるようになった
なんてことになったらもう絶対嫌ですよね。この裏付けの根拠としてちょっと聞いてほしいんですが、1990年から20年にわたって行われたアメリカの調査では、この期間中人々の摂取カロリーはほとんど変わらないにもかかわらず、どんどん肥満は増え続けて、カロリーの増加と体重の増加に相関関係はなかったという結果が出ています。イギリスでも同様の結果が出ていて、こちらの調査ではなんと人々の摂取カロリーは減っているのに肥満は増え続けているという結果になったんです。そう、実はこのように低カロリーダイエットに科学的な根拠はないんです。ですからカロリー計算よりも栄養のバランスが取れていれば、どれだけ食べても痩せられるということです。ここまで OK ですか？まとめると、摂取カロリーだけ減らして栄養不足だと内臓の機能が落ちて代謝が下がるので逆に太ります。腸が喜ぶ食事をして栄養バランスを良くすることが近道です。私はカロリー計算をやめるという決断をしたら、まるで心の鎖が外れたように感じたんです。腸を整える食事で食べたいものを食べる、それだけでいいんだというシンプルなことに気づかされました。食べることに罪悪感を持たなくなったことで、今では食事のたびに幸せを感じていますし、マイナス10キロの達成は私にとって大きな自信となったんです。あなたも今すぐカロリーを気にするのはやめて、代わりに普段の食事を見直してみてください。ここに関しては LINE 読者のみに限定配信している動画で詳しく解説しているので、興味のある方はぜひ登録してみてくださいね。ではやめたこと2つ目、規則正しく食べる。結論から言うと、実は決まった時間に3食食べる必要はないです。なぜだと思いますか？その理由をお伝えしますね。例えばこんなことありませんか？毎日決まった時間に3食を取ることがただのルーティンになってしまっている。私はまさにその典型で、時間に追われての食事はもはや楽しみではなく義務でした。以前の私はお腹が空いてもいないのに、時間が来たら何か食べなくちゃ、こんな風にねばならない思考になっていたんですね。私たち女性ってこんなことないですか？お腹が空いているわけじゃないけど、家族の食事の準備もあるし、一緒に何か食べなくちゃ、まあ、さらに料理中に味見って何度もつまみ食いして、結局食事の前にすごい食べてた、食後も家族の残り物を食べたりなんて、私たち女性ならあるあるですよね。私はかぼちゃとかさつまいもとか、あのこうホクホクした甘みのある野菜が大好きなんですけど、これがてんフラになるともうやばい、火が通ったかななんて一度味見で食べ出すともうやめられない、止まらない、食事前に1人前ペロリでした。でここからなんですが、実は肉体労働でもない限り1日3食は食べ過ぎです。以前の私のようにつまみ食いや間食など入れたら5、6食食べているのと同じです。ここまで OK ですか？ではここからなんですけど、なぜ私たちは1日3食が普通になってると思いますか？考えたこともなかったと思われる方もいるかもしれませんが、このように思われている背景にはこんな話があります。知識的な内容で面白くないかもしれませんが、少しだけついてきてくださいね。1935年に国立栄養研究所の佐伯忠医学博士が、日本男児が1日に必要なエネルギーは2500から2700キロカロリーである、これを2食で取るのは難しい、なので1日3食にしてバランスよく取ることが大事であると推奨したことによると言われてます。これって第二次世界大戦以前の話、当時の日本人の活動量と私たち現代人は違いますよね。このように1日3食必ず食べる必要がないんです。ですから私は3食しっかり食べなきゃというねばならない思考から解放されて、空腹を感じた時だけ食べるというこのシンプルな習慣で、食べる量も自然と落ち着いたんです。体が本当に必要とするエネルギー量を自分で判断できるようになりましたし、好きなものを罪悪感なく食べた方が心を満たされていいなって思っています。何よりその結果、体は自然と痩せ体質へと変化していったんです。お腹が空いたら食べる、シンプルですよね。もしねばならない思考になっている方は、今私は本当にお腹空いてるのってご自分の体の声と対話してみてくださいね。次にやめたこと3つ目、痩せるために運動する。いやいや、さすがにこれは言い過ぎでしょうって思いましたよね。例えば想像してみてくださいね。さあ痩せるぞと本気を出して近所のジムに入会したとします。毎日通ってランニングマシン、筋トレのマシンで体を動かしてエネルギーをガンガン消費したら絶対に痩せるはずと
期待しません。これ無理な話なんですね。私は運動だけでは痩せないと断言します。なんでだと思いますか？例えばたった1キロの体脂肪を落とすのにフルマラソン2周分の運動量が必要なんですね。いかがですか？私だってプロのアスリートではないのでこんなに走れないです。いやいや、運動で痩せるためには絶対走ってくださいって言われたら、もしですよ、もしあなたが死ぬっ気で走ってその時は1キロ痩せてもやめたらリバウンドですよね。これ絶対嫌ですよね。そもそも私たち女性って運動が苦手だったり家事や仕事が忙しくてジムには入会したけど全然通えず数ヶ月経っていたなんてことないですか？もしくは運動がダイエットのための苦痛な義務になっていたなんてそもそも続かないと思いませんか？まあ、もちろん運動しないよりした方がいいに決まってますが、結論から言うと自分がきつい運動をする代わりに自分の内臓に運動してもらうって、これって良くないですか？ではどうやって自分が動く代わりに内臓が運動してくれるのって思いますよね。ここから理論的な話をするので、ほんのちょっとだけ聞いてほしいんですけど、特に体重が重い場合、急に運動を始めると体を痛める可能性が高い。はい、こうなると痛くて動けない、ますます太るの悪循環です。ましてやマラソンの最中に心臓発作を起こしたタレントさんがいたように、心臓に負担がかかれば命の危険すらありますよね。だいたい40歳くらいを過ぎたら若い頃のつもり動くと危険です。それよりもまずは私みたいに内臓に運動させる方法を取り入れてみてほしいですね。それはズバリ基礎代謝を高めるだけ。人間の代謝活動は基礎代謝、活動代謝、食事代謝の3種類があるんですが、簡単に説明すると生命活動を維持するために消費するエネルギーが基礎代謝。例えば全身に血液を送ったり呼吸で酸素を取り入れたり、寝ている間も常に消費されるエネルギーのことですね。次に体を動かすことによって消費するエネルギーが活動代謝。最後に食べ物を分解、消化、吸収するのに消費されるエネルギーが食事代謝です。この代謝の1日の割合は基礎代謝が約 70%、 活動代謝が約 20%、 食事代謝が約 10% とダントツトップが基礎代謝なので、運動は全体のたった2割なので、いかに全体の7割を占める基礎代謝を上げることが痩せるのに効果的か分かりますよね。ところが基礎代謝は自分でコントロールできない。例えばよし今から1分だけ心臓の動きを止めますなんて、こんなことができる人はいないですよね。では自分で意識して動かせる期間ってさあどこでしょうか？もうお分かりですよね。そう、内臓です。基礎代謝のカテゴリーの中でもエネルギーを消費する体の器官は内臓を 38%、 筋肉 22%、 脂肪を 4%、 その他 16% と言われています。この4割近い内臓の運動の中でも腸の前導運動が内臓脂肪を消費しやすいので、ここにアプローチすればいいわけです。ここまで OK ですか？ついてきてますか？でここからなんですけど、内臓を活発に動かす食べ物はズバリ食物繊維と発酵食品。例えば私は野菜、大豆製品、きのこ、海藻、発酵食品を入れたキムチ納豆、きんぴらごぼう、しらす、大根、豆ひじき、ほうれん草のおひたし、しいたけのおから、ちりめんふりかけ、酢の物、ぬか漬け、豆乳ヨーグルトなどをいつもの食事にこれらの副菜を一品増やしただけなんですけど、これが腸の動きを活発にして内臓の基礎代謝を高めてくれる。しかもですよ、それと同時に消化する活動である食事代謝が 10% もプラスされるなんて、まさに一石二鳥だと思いませんか？私たち40歳を過ぎたら内臓に運動してもらう、食べて痩せるダイエットって素敵すぎると思いませんか？早速明日から取り入れてみてくださいね。ではやめたこと4つ目、油物を食べない。あなたはこんなことありませんか？ダイエットのために油っこいものを一切口にしない。以前の私も油イコールダイエットの敵と思い込んでめちゃくちゃカットをしていたんですね。例えば私は水炊きが大好きなんですけど、鶏もも肉に皮がついていたら剥ぎ取ってから食べたり、野菜炒めの豚肉に脂身がついていたらお箸で切り離して食べたり、
サラダには必ずノンオイルドレッシング。痩せるどころか体はエネルギー不足で疲れやすいし、肌ツヤもなくなって最悪。脂質は必要な栄養素だったんですよね。良質な油を摂ることの重要性に気づいた時、私の食生活は激変しました。もちろんやばい油は NG ですよ。例えばサラダ油、加工品の原材料によくある植物性油脂、トランス脂肪酸が含まれるマーガリンなどなど、このような油は痩せる前に病気まっしぐらで、ここまで OK ですか？ここからなんですけど、どんな種類の油も摂りすぎたらもちろん脂肪になります。逆に適量であれば非加熱で摂取すると溜まった老廃物を流してくれるので、腸内環境が整って健康にも丸な油は積極的に摂った方がいいんですよね。例えばオメガ3系脂肪酸なら青魚、アマニ油、エゴマ油。私はよくアマニ油を納豆やお味噌汁にティースプーン1杯くらい入れたりしますね。このように不要な油は取り除いて、必要な油だけ取り入れるようになってから、今では油を取ることに罪悪感ゼロで、とっても気持ちが楽になりました。心が満たされると不思議と体は必要なものだけを求めるようになります。あなたも今すぐ取り組んでみてくださいね。ではやめたこと5つ目、糖質ゼロの商品。私たち女性って甘いもの大好きですよね。例えば私は甘いものはダイエットの敵と頭で分かっている、でもどうしても食べたい時は糖質ゼロのシリアル、チョコレートをまるでダイエットの救世主のように思って、それらの商品に依存していましたが、結局のところ満足感を得られずにいました。でどうなったか知りたいですか？これはますます甘いものがやめられない、止まらない、結果太るという負のループにはまっていったんです。なぜだと思いますか？甘いのに糖質ゼロって本来不自然なことなんですね。でもこれができちゃうのが人工甘味料。これは本当にやばいと私は思っているんですけど、中でも特にこれはあなたにも今すぐやめてほしい人工甘味料を5つご紹介しますね。1、サッカリン。2、スクラロース。3、アセスルファム系。4、スパルテーム。5、ネオテーム。以上5つ原材料に入っている商品は食べないでほしいなって思います。もしですよ、これ食べ続けたら味覚異常になって、ますます甘いものが食べたくなって太り続け、すぐ疲れてやる気が出ない、こんな自分にイライラして情けなくなって涙が出ちゃうなんて、これ絶対嫌ですよね。でここからなんですけど、でもやっぱり甘いものって美味しくて幸せな気持ちになりますよね。私も今でも甘いものは大好きですし食べます。じゃあ甘いものを食べながらどうやって痩せるのって思いますよね。ここに関しては読者のみに限定配信しているスライド資料で詳しく解説しているので、興味のある方はぜひご覧くださいね。そしてやめたこと6つ目は数回に分けて食べる。よく低血糖になって甘いものが食べたくなる前に数回に分けてこまめに食べると太りにくいなんて言われていますよね。私の経験上、こまめに分けて食べると太ります。ここで言うこまめに食べるというのは、私の言葉に置き換えるとダラダラ食べるということです。私の場合、食事の準備で味見する、また家族の残り物を食べたり、飴やガム、クッキーなど間食も含めて常に何かを口にしている状態でした。これでは消化が終わっていないのに、次から次へと腸に仕事をさせているわけですよね。例えば私たちだって、さっき頼まれた仕事がまだ終わっていないのに、次から次へとあれもしてこれもお願いなんて言われたら嫌じゃないですか。同じように腸も、また仕事、いやいやもうそろそろ休みたいなと思ってたんですけどみたいな感じです。なんとなくイメージできましたか？こんな風に腸が疲れてしまうと仕事の効率が下がる、イコール代謝が下がる。するとあなたはどうなると思いますか？結論、太ります。さらに私たちは何か食べるたびに血糖値が上がります。そのたびに脂肪を溜め込んでいくんですけど、食べる回数が多いということは溜め込む回数が増えますから、どんどん脂肪がついていくんですね。なのでそんなに食べているわけではないのに太ってきたなんて方は、食事量ではなくて回数を見直してみてくださいね。過去の私のように脂肪を溜め込む回数を増やす食べ方かもしれません。もしこういう場合はどうですかみたいな疑問があったら、コメント欄で教えてくださいね。私は腸を整えることで根本的な痩
せ体質に生まれ変わるダイエット法の動画を配信しているんですけど、上辺だけのダイエット法に振り回されないためにも、今お伝えした6つというのはとっても重要なことになってきます。何をしても痩せない、ダイエットは明日からが口癖、結局食べてはリバウンドの繰り返しで薬の量も増える一方、なんて自分は意志が弱いんだろうと自分を責めてばかりいませんか。でも大丈夫です、もう自分を責める必要はありません。だってあなたが悪いんではないんです。あなたの腸内環境が悪いだけ。今までと同じことをやっていながら違う結果を求めていませんでしたか。いつまでも変われない自分でいるのって辛いですよね。でもこのままじゃ嫌だって思っているからここまで動画を見ている、そうですよね。そんなあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出しています。私や私の生徒さんたちと同じようにあなたにもできます。自分を信じてあげてくださいね。すぐに実践できる具体的な腸活ダイエットの方法はここからなんですけど、私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善と言っても何をしたらいいのかわからないという方はこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。ということで今回は10キロ痩せるためにやめたこと6つお伝えしました。10キロ痩せるためにやめたことは、1カロリー計算、2規則正しく3食食べる、3痩せるために運動する、4油物を食べない、5カロリーゼロや糖質ゼロの商品、6数回に分けて食べるでしたね。まずは1つからでも OK、できることから実践されてみてくださいね。今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。